GTR ってやっぱり人のために作る21世紀の新しい次元のスーパーカー、一言で言うと Anyone, Anywhere, Anytime、 誰がどこでもいつでも車のスーパーな感動が味わえるマルチパフォーマンススーパーカー、我々はこういう名前を付けてます。我々の開発テーマが感動です。車にショールームで座った瞬間、お、今度の GTR は違うぞ、今までにないものがついてるぞ、走り出した瞬間に、うわ、この走りって何、今まで感じたことないじゃん、まずお客様に感動してほしいです。マルチパフォーマンススーパーカー、サーキットだけじゃなくて雪も雨も日常ユーティリティも、それからこの性能の源はフォースオブアース、重力、車が走る慣性力、空気が作るダウンフォース、この3つを完璧に走りに変える新しい PM パッケージ、プレミアムミッドシップパッケージを使ってこの地球の持つ自然の力を最高の走りに変えるという考え方、もう一つハイテックフォアヒューマン、本当に速い車に人間が使いこなすために新技術は全部そこに集中して投入する、それから地球と人と GTR、地球の環境も人の安全も GTR がイニシアチブ取って提案していくよ、それから市場の要望に応えた冒頭装置など、こういったオーバーオールの新しい GTR の姿をお客さん全ての側面で感動してもらえれば嬉しいです。雨が降れば雪が降ればガレージにしまってた車が、雨のアウトバーンでも雪のフリーウェイでもそれがスポーツフィールドに変わってスーパーの走りが体験できる、今までのスーパーカーとは違う、道を選ばない、地域を選ばない、使い方を選ばない、そんな新しいどこでもスーパーカーパフォーマンスが楽しめるっていう走りの新しい世界ですよね。スーパーカーって荷物も乗せられない、ギアチェンジやハンドル操作が難しくて運転できない、こういう世界を全く新しい概念で、トランクにはゴルフバッグが2つ入るよ、泊まりがけの旅行、ゴルフにも行ける、ユーティリティ AT モードにして片手運転でも楽々乗れちゃうよね、こういうあらゆるシーンにこう合わせていく、そういう意味でマルチパフォーマンスですよね。ブレーキを踏んでみたら、あ、今までの車より100キロから10メートル短く止まっちゃうじゃん、こういう制動力、まず走り曲がり止まるの原点に帰ってもう一回地球の重力と車が走ることによって生まれるタイヤのグリップ力と空力をうまく空気を押し付けて車の安定性に変えるダウンフォースと地球の力をもう一回原点から見直して走りに変えたこの GTR の走りの中に一つの感動を見出してもらいたい、今までになかった感覚を感動として感じていただきたい。例えば今回乗っけているデュアルクラッチオートマチックトランスミッションというのは、ポンってパドルシフトをシフトアップしますとスイッチを使ってからリアタイヤのトラクション変化で 0.2 秒、もう F1 カーと同じ感覚でどん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 ギアシフトしていく、これがあって初めてこの高性能な車の運転と運動と人が車をオペレーションするという運転がインターフェースするわけです。地球と人と GTR って合言葉にあるやっぱりエコロジー、燃費でありクリーンエアであり衝突安全についてちょっと話してみたいと思います。本当にお客さんの欲しいものは燃費が良くてパワーがあってそのきちんとバランスの取れた速さの効率、速さの無駄のなさ、それは車本来の持つ燃費と馬力を両立した新しいトレンドベンチマークを作っていく GTR の提案でもあります。 GTR はたっぷりとした動力性能があります。トルク40キロまでの範囲、言い換えれば6速ギアで200キロまで走ってる範囲、ここの段階では触媒を通して全てクリーンエアにしてます。おそらくお客さんが使う街の領域の中では全てクリーンエアが出ます。
カーボンとアルミと鉄の持つ材料の特性を最大に効率よく使った新しいボディを使ってます。それは同時に車を速く走るボディの剛性とダンピング減衰を作ると同時に衝突安全にも寄与しています。今までややもすると限定されたマーケットから初めてスーパーカーが人のために作られる、こういう新しいスーパーカーの市場を作っていこう、それを目指しているのが GTR です。